our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest everyone by myself. I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side. おはようございます。海旅の純也とスーです。2人の朝は16時間断食っていうのをやってるので、朝ごはん食べずに昼ごはんから食べに行きたいと思います。で、最近はめっちゃ朝早く起きるというよりかは8時とか9時とかに起きて、その後海に行くことが多いね。準備したらサーフィンできるか見に行って、その後昼ご飯食べてっていう感じかな。そうだね。あれ、マッサージいいの？マッサージしたいな、今日。今日か明日か、今日行きたいな。特別なことは何もない、休日の過ごし方って感じだよね。まずは波チェックをしに行きたいと思います。行ってきます。さあ、今日は EPS で行きます。すごい軽いね、EPS。 準備完了ですか？完了です。荷物大量です。じゃあサーフィン行きますか？はい。今日はこの板で行くらしいんで、たくさん乗ってください。じゃあ行ってきます。実はこの前腰痛めたんですけど、なんか今はこの腹部の腹直筋ら辺の筋肉がなんかちょっと痛んでて、でこの前病院行ったんですけど、一応1ヶ月ぐらい休んでくれってことだったんで、まあ今日も休んで撮影したいと思います。はい。波そんな良くないけど、まあでもできると思う。じゃあサーフィン頑張ってきてください。はい、行ってきます。僕は撮影班頑張ります。はい、お願いします。はい、じゃあ行ってらっしゃい。Today I have decided is going to be the day. Today is the day I'll chaseAll my fears away. I'm gonna walk up to her and get down on one knee and say, my sweetest darling, will you merengue me? Darling, merengue me. We were always meant to dance, as easy as ABC. We'll be making sweet romance. Darling, merengue me. To my heart you found the key. My life will be a river of tears if you don't merengue meTo my nines, hair down with pomada, and I nailed all my lines. So I walked up to her and I got down on one knee and said, my sweetest darling, will you merengue me? Darling, merengue me. We were always meant to dance, as easy as ABC. We'll be making sweet romance. Darling, merengue me.My heart, you found the key. My life will be nothing but misery if you don't merengue me. Oh, merengue. Darling, merengue me. Oh, merengue. Darling, merengue me. Oh, merengue. Darling, merengue me. My life will be a river of tears if you don't merengue me. My life will be nothing but misery.If you don't merengue me, if you don't merengue me. なんか首痛いかも。お疲
れ様です。お疲れ様です。首痛い？ちょっと首痛い。やばいやん。夫婦共倒れ。マッサージしに行こうかな。で結局天気は晴れに回復しました。ね、入っててめっちゃ気持ちよかったよ。最初曇りだったけど水も冷たい。あったかい。あ、もうあったかくなったんや。そう、波はまあ良かったです、ね、サイズもあって。で最近ショートばっかでちょっとロングとかミッドとかやりたいですね。そろそろ？そろそろやりたい。また手に入れたらその動画も撮りたいと思います。長めの板も楽しいからね。楽しい。なんかゆったり乗るのもたまにはいいよね。でも最近サイズマジででかい、ね、でかいね。広いすぎや。サイズでかい割にはできる場所はあるね。まあね、そこがいい。すごい感慨深いのが、5年、もっと前か、7年前バリに来たじゃん。で私は本当になんかスポンジのボードで沖に出ることはできず、本当に浅瀬でピチャピチャやってて、それでも怖かったのを覚えてて。で2年前に来たじゃん。またやっぱり恐怖心でいっぱいだった。すぐそこのビーチで入ったけどスーザンは一本も乗れずで、そう、なんかすっごい怖くって、その時の私はめっちゃ恐怖心でいっぱいで。でも今日とかね、セット頭とかあって、でもなんか何も怖くなくて最高じゃん。だからなんかすごい成長ね。この6年を振り返ったらすごい成長だなって思って、すごい嬉しいです。戻ってこれて、そしてこの海に入ることができて。嬉しい。努力は裏切らないね。確かにね。本当になんか最初からこんなんではなかったよね。確かに。ショート始めて丸3年ぐらい、この海外に出て2年ぐらい、今この2年はすごい修行になった。ちょっとずつちょっとずつ着実に成長してると思います。なんかあれ波良くなってきたんじゃん。見て、そう、ほら。本当や。これからどこ行きましょう。ご飯でも食べに行きますか。そうだね、せっかくの休みだし、波もちょっと悪くなってきたので。そうです、まあ、ご飯ちょっとシャワー浴びに行ってご飯でも食べに行くか、まあ、そのまま家でゆっくりするか、ちょっと一旦シャワー浴びに帰りたいと思います。はい、じゃあ戻ります。はい、ではですね、これからご飯を食べに行きたいと思います。めっちゃ混んでるね。ってか、やばいやん。ワルンカハヤです。Hi, how are you? Can I get babi green sambal mata? これから食べたいと思います。今回頼んだのは、サンバルマタとティー、アイスティーと、これ何？これは豚の耳の唐揚げかな。尻尾やと思ってるけど、うん、うまい。先に飲み物が届きました。通常。Yeah, thank you. 7番は通常です。乾杯。ここのサンバルマタは癖なくて美味しいよね。美味しい。麺越しです。いただきます。うまっ。ダラン。このサンバルマタとこの鶏肉は最高の組み合わせです。本当に美味しい。でちょっと辛くなるとこのティーで辛さを和らぎます。このティーめっちゃ美味くない？うまい。癖なくて本当に食べやすいです。辛い？辛うまい。なんか前回も辛いって言ってた。唐辛子ゴロゴロ入ってるから本当に辛い。豚肉が結構ジューシーでカリッと揚げてるじゃん。それがめっちゃ美味しい。マジで結構豚肉ばっか食べちゃう。辛いです。美味しい。ちょっともう行くね。スーザンが僕の避けた唐辛子を追いスパイシーしてる。感触、うわ辛っ。やっぱ女の人の方が辛いの好きだと思う。男の人より。なん韓国とか、うん、最高です。おいしい。本当にごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう完食です。ジエ君が覗いた唐辛子もう私が全部完食させていただきました。はい。すごいです。めっちゃうまい。おいしいご飯も食べたし、サーフィンもしたし、お家帰ってちょっとゆっくりしたいと思います。はい、頑張ります。じゃあ戻ります。最初一人だけ確認しとく。いいか。私いいよ。俺が行くわ。はい、次行く。実はさっきのレストランでなんか最近あるよね。なんかレストランとか、あとなんかミーシュ、この前なんかソフトクリーム屋さんでこうやって座っとったら急に話しかけられて、現地の人にこれ僕たちのなんかスナックサポートしてくれませんかみたいな言われて、すごい頑張ってたから思わず OK って言って買っちゃったね。これなんやのね。
マカロニです。食べてみる。うん、で見て結構お腹いっぱいだけど。マカロニ、シーズニング、ソルトティー、ベジタブルオイル、ウォーター。こんだけすごい。保存料、着色料ゼロじゃない。食べてみるか。やってみよう。おお。うわ、辛そうやね。辛いって言ってた。食べてみたら。あ、なんか美味しそうな匂いするよ。いただきます。これうまい。激うま。え、すごい。うまい。辛い。え、うまいの。うまい。300円の価値ある。食べる。びっくりなんだけど、めっちゃ美味しいよね。ちょっと待って、めっちゃ辛い。うま辛い。うん、こっちの人さん結構辛くない。でもうまいね。結構めっちゃうまい。びっくり。辛うま。うん、美味しいです結構。ぜひ買ってみてください。買う価値は全然あると思っちゃった。辛いだけじゃなくてうまい。うん、インドネシアに来て一番美味しいかも私、このスナックが。なんかいろいろ食べたじゃん私たち。これ一番美味しくない？うまい。純也くんは汗をかきながら食べてます。なんか映画見る。映画見る。あれ、昨日何、あ、見とったやん、初恋。うわ、ファーストラブだって。初恋じゃんだから。あ、そうだね。あれやばそう。あれ面白いよね。あれやばそう。なんかもう常にキュンキュンしとるからさ。やばいよね。見る。もう読みよう。良くないですね、これは。良くないよ。良くない。良くない。誰かを思い続けながら付き合ってるのはちょっと失礼やね、付き合ってる人に対して。パン粉、パン粉どれ？もうちょっとやね。コップ半分ぐらいじゃん。で、牛乳？浸す。牛乳がないので、オーツミルクです。どんぐらいいく？大さじ2ぐらいでいいと思う。むず。適当に？うん、1、もうちょっと。2。うん、いいと思う、それで。こぼしちゃった、めっちゃ準備。どこまで？で、これ洗う？洗っていいよ。スーザンが胃腸の不調で、ちょっとダウンしてます。大丈夫ですか？純也くんにやってもらいましょう。じゃあ一人して、はい、あ、このままでいい。このままでいいと思う。たまにあるんだよね、そういう。たまにある。結構胃が荒れやすいから。よし、じゃあシェフやってたし、オーストラリアで。いきますよ。その後パン粉入れんねん。入れていいもん。いいよ。で、卵も1個入れなあかんかも。卵1個。1個でいいの？いいよ。え？マジで。うん、最悪や。まあしょうがない。卵を落としました。やらかしました。気をつけます。もう一個はきゅうりのサラダです。これこの粉終わり？もっと、ま、もっとめちゃくちゃ高いよ。あ、そうな。シャンタン小さじちょっとぐらい。はい、オッケー。わ、準備やばい。うわ、めっちゃアリおるわ。終わりやん。この中にアリがすごい入ってます。なんかバリ島あるあるだよね。やばい。お腹痛い？お腹痛い。ハンバーグ完成しました。ちょっと不格好やけど。ちょっとお腹良くなってきた。そう、胃薬飲んだから。美味しそう。スーザンはお腹痛くても自分の体を酷使してご飯を作ってくれるすごい嫁です。ハンバーグです。日頃からこういうシンプル飯やね。準備がこねたハンバーグ。うまっ。うまい、うまい、うまい。これも美味しい。このキュウリのサラダ超好きだよね。ハンバーグまたやりたいね。めっちゃ美味しいじゃん。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ私たちは基本的に休日は波があればサーフィン行ってから外食。この年になって思うよね、外食ってめっちゃ楽しくない？まあ、ね、外食楽しいね。てかこの年になってっていうか、オーストラリアから来たから、オーストラリアでは外食ほぼ皆無だったから、まあ高いし美味しくないっていう理由でね。だからバリに来てその外食の楽しさに再度気づくことができたから。日本以来。日本帰ったら止まらんと思う。止まらんかもね。怖いわ。だって食べたいもんいっぱいあるじゃん。まあね、確かに。寿司に、味噌カツに、うん、土手に、焼き鳥、味噌煮込みうどんとかも食べたい。私たちは、名古屋に、まあ純也くんが名古屋出身で、私も結構名古屋に行くことが多かったので、おでんは味噌やんな。そうやな。おでんは味噌だし、味噌ベースのものが大好きです。つけて味噌、かけて味噌が冷蔵庫にあるっていう。でもね、岐阜、私岐阜出身なんですけど、岐阜もあったよ。あ、そうなん。うん、つけて味噌、かけて味噌。だって岐阜も名古屋みたいなもんやん。
まあ、あ、そうですね。こういう感じで私たちはバリの休日は外食をしたり、あとはサーフィンしたり。もうシンプルだよね。え、シンプル。日本と何ら変わらんかもね。うちにいるのも好きだから。え、めっちゃ今日それ話してたよね。うん、だからやりたいことをパッてやってすぐ帰るみたいな感じじゃない、うんうんうん、なんか夕方とかね、あんまり夕日を見に行くことっていうのはあんまりなくて、実は本当に月1あるかないかだよね、うん、まあでも今日もいい一日だったね。美味しかったね、ご飯もね。ご飯も美味しかったし、晩ご飯も美味しかった。美味しかったし、ご飯が美味しいっていうのは幸せ。あとこれ、ああ。ネットフリックスのなんだっけ、ファーストラブ。ファーストラブやばない。ぜひこれはカップルとか夫婦の方は一緒に見てほしいです。何も特別なことはないんですけど、こういう休日をやっぱ楽しんでるのが私たちのなんかスタイル。なんかこれからもこういうのを続けていく聞きたいなって思うよ ね、まあ、ね、なんか幸せ、シンプルで楽しめたら一番いいもんね、うん、確かに。なんか何も特別なことしないのに楽しいとか充実感あるのって大事かもね。なんかすごい年を取るにつれちょっと私にもなんか変化とかが起きてて20代の半ばとかすっごい お買い物とか大好きだったし、服なんていくつあっても足りないみたいな感じだったし、毎回買いに行ってなかったっけ。毎回買ってた。なんか気づいたらなんかショッピングバッグ持ってたみたいな。でもなんかだってデートがもう服屋とかだったじゃん。そうだったね。毎回で私給料日はもうキリキリでみたいなお金、うん、でボーナス入ってももう気づいたらなんか全部服に使っててとか。まあ20代後半もわりかし結構服好きだった。まだやっぱビキニとかも好きだったし、なんかそういうのに魅力を感じてたけど、今30超えてなんかそんなに、まあ欲しいは欲しいし数個 ある、うん、あったらいいなぐらい。昔みたいになんか買わないよね。でもなんか昔の私と比べたらってこと。まあね、まあ他のところで満たされてんじゃない。そう、それはそうだと思う。なんかサーフィンとかやっぱバリは波がいいし、一日をそのねサーフィンが一日を充実させてくれるし、やっぱ海に浸かるってすごい、なんかあったかい気候で海に浸かるってめっちゃ気持ちよくて最高だよ。で波に乗れなくてももう海の中にいるだけで本当にすっごいなんかメディテーションみたいな、うん、それだ。だからなんかそんな服なんか買い物とかで自分のそのストレス発散とかにならないのも買い物が、今までそうだったのが、うん、だからすごいそういう自分たちの暮らしを変えることによっていろいろいい風に変わってったなって思って、うん、この数年間っていう感じで長々と喋ってしまったんですけど、あとはもう続きを見て、はい、あとは寝るだけですね。ファーストラブ見ますか。はい、今日はこんな感じで動画を終わらせたいと思います。はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。超広い。これ？それ。楽しみ。